Love FM. Love FM. Music Serendipity. J Zone.ラブエッペンミュージックセレンディピティをお聞きの皆さん、さきこさん、こんばんは。ロケットパンチです。こんにちは、ロケットパンチのジュリです。こんにちは、ロケットパンチのユンギャンです。こんにちは、スイコタヤンです。こんにちは、ロケットパンチのヤニです。こんにちは、ロケットパンチのソイです。こんにちは、ロケットパンチのスヤンです。2月28日に4番目のミニアルバムイエローパッチが発売されました。タイトル曲のチキタを含めていろんなスタイルの曲が収録されています。たくさん聴いてください。聴いてください。はい、ジュリです。収録曲のチキタは80年代ディスコとユーロダンスにヴィンテージシンセサイズとアナログ楽器が組み合わさり、独創的なサウンドを作り出す高テンポのダンス曲になっています。チキタの、歌詞にですね、自分なりのやり方で現在を楽しみたい、今を楽しみたいというメッセージ性を込めて私たちが歌っています。この曲は共感できる方も多いと思いますし、中毒性のある曲になっているのでたくさんの方に聴いていただきたいです。制作してる時のエピソードなんですけど、みんなで振り付けを覚える時に、今回の振り付けでは結構新しい感じのスタイルが多くて、みんなでその座る、しゃがんでいく足とか手がポイントの振り付けがあるんですけど、そういうダイナミックな振り付けが私たち今回が初めてなので、そこのなんかディティールを合わせるのをすごく頑張りました。舞台をたくさんの方に見てほしいです。はい、ヤニです。去年はロケットパンチがボブロってデビューして、ケチといろいろな楽しい時間を過ごしたんですけど、今年は機会があったら日本に行ってケチを会って幸せな思い出を作りたいです。はい、ジュリです。日本の皆さん、今回私たちが韓国で4個目のアルバムをリリースするんですけど、ティザー映像公開の時から日本の皆さんたくさん、期待とたくさんの応援を送ってくれて本当にありがとうございます。たくさんのステージで皆さんにエネルギーが伝わるように一生懸命頑張るので、たくさん応援してください。はい、シウンです。ロケットパンチが今は本当に新しいコンセプトでリリースしたイエローパンチ、皆さんたくさん期待してください。チキタたくさん聴いてください。それでは最後にお聴きください。ロケットパンチでチキター。